よし、ここならバレないかな。突然なんですけど、今日僕彼女にプロポーズしようと思います。ちょっと昼寝中に撮ってて、彼女が起きちゃうとまずいんで手短に話すんですけど、今車に住みながらね、2人で日本一周してるんですけど、日本最南端の友人と波照間島っていうところにいるんですけど、ずっとこの星空の下でプロポーズしたくて、っていうのも僕が昔日本を一人旅してた時にずっと日本を巡ってきて、ここの島のこの星空が一番感動したんですよ。本当に綺麗で、ここを超える感動は僕は日本回った時に、その時に回った時にはなくて、いつか好きな人を連れてここの島の星空を見たいなって思って、6年前彼女と付き合った時に2人でね、この島に来たんですけど、天気運がなさすぎてずっと雨だったんですよね。ずっと雨で、ほぼほぼ雨で星が見れなくて、結局そのまま帰っちゃって、彼女にこの島の星空を見せることができなくて、僕も見せたかったし、彼女もずっと見たかったってずっと言ってて、で数日前にね、2人で車に住みながら日本一周してる最中で、やっと東日本からわーって巡って、この一番最南端の波照間島まで来ることができて、かと思ったらすごい雨でなんか天気悪すぎて数日間星見れずだったんですけど、今日ね、なんとか曇ってはいるんですけど、なんか予報的には見れるそうなので、今夜僕が思うね、最高の場所でプロポーズしようと思います。結構いろいろ旅してきて、僕の中ではこの島の星空の下が一番彼女の記憶に残るかなと思って、ここでプロポーズすることにしました。そうなんですよ、やっぱりめっちゃソワソワするめっちゃやっぱりね、僕ら意味わかんない馴れ初めなんですよ。バレンタインデーに、僕が段ボールチョコくださいって書いて、駅前で、名古屋駅の前で立ってたら、そこにチョコを届けに来てくれたっていう馴れ初めで、付き合ってちょっと経ったら僕がちょっと旅に出てしまって、彼女とね1年半遠距離になることになってしまったりして、そんな中あーちゃんは本当に飛行機も乗ったことないし英語も喋れないのに、ドイツまで会いに来てくれて、2人で1ヶ月間旅ができたり、その1年半の遠距離も無事に乗り越えれて、で帰ったかと思ったら車に住みながら日本一周しようみたいな、ちょっとね、わけわかんないんですけど、僕がやっぱり、でもそれについてきてくれる人ってやっぱり彼女だけだなと思うし、動画見てくれてる人はわかると思うんですけど、いや本当に優しい人で、笑顔も素敵だし、本当になんかもう自分の心配よりも誰かの心配をしてしまうような本当に優しい子で、笑った顔も可愛いし、本当になんかこんな自由なことをずっとしてる、なんか俺にはもったいないくらいの女性なんですけれど、だからこそ自分の思う、今まで自分が旅した中で一生に一度のプロポーズをちゃんと自分の思う最高の条件で、最高の場所でしようと思います。プロポーズね、今夜するんですけど、 YouTube には撮らないです。やっぱりずっと見てきてくださってる視聴者さんがいるので、結構共有した方がいいかなと思ったんですけど、なんかやっぱりそこはちょっと2人だけの思い出にしようかなと思って、しっかり行ってきます。ただその終わった後に結果とか、そのどんな感じだったかっていうのは多分次回の動画で出すと思うんで、今しばらくお待ちください。やばい緊張する、自分で喋ってて今一番緊張する、やばい起きるかな、やばい、ずっとソワソワしてるし、これもうカミカミなんだよ、さっきからめちゃくちゃ噛んでるんで僕そんな感じです。じゃあ彼女多分昼寝から起きるとあれなんで帰りますまためっちゃ緊張する、これどうか大丈夫、これちょっとうまく喋れてないと思うんですけど、またその辺は明日報告します。いや緊張する、やばい、行ってきます。